どうも皆さんこんにちは、工藤です。12月7日、火曜日、お昼前の前の10時40分でございます。はい、今日のお昼前配信は、はい、ちょっとアニメの話を、しようかなと思ってます。でね、今ねちょっと頭痛いんですよね。全然関係ないけどね、ちょっと頭痛くて、ちょっと午後からお仕事なのに、まあ、ちょっと大丈夫かなっていう感じではあるんですけど、はい、まあ、お昼ご飯をちょっと早めにとってね、ちょっと薬を飲んで、はい、仕事には臨もうかなと思ってるんですけど、頭痛いとさ、なんだろう、集中できるものもやっぱできなくなってしまいますよね。なんかその偏頭痛とか、なんかその頭痛ってなんかどちらかというとやっぱ女性の方が結構悩まされるみたいなことを私は聞くんですけど、私はね男なんだけど結構頭痛ね、年がら年中結構悩まされるんですよね。ちょっと理由はねよくわかんないんだけど、結構頻繁に、頭痛くなったりします。はい、なんだろうね、台風とかなんか気圧の変化とかで痛くなるっていう風に言われたりもしますけど、台風の時期、9月とか夏の終わりの頃ですかね、が結構ほら台風がたくさん来たりする時期があるじゃないですか。なんか急にこう天気悪くなったりとか台風来たりとかってした時に、なんかね結構その気圧の変化なのかはちょっとわからないけど、頭が痛くなりがちかな。だからね結構ね大変なんですよ。はい、薬飲んでね、なんとかごまかしてはいるけど、さすがに私頭痛薬としてよくロキソニンっていうね薬を飲んだりするんだけど、あんまりこうポンポン飲んでいいものでもないので、さすがにその薬にこう依存するような感じになっちゃうとさすがに危ないと思うんで、できればね自然にこう収まってくれるのが一番なんですけど、ただ頭が痛い状態で仕事とかね、なんか物事考えるのもちょっときついねものがあるんで、はい、今日はとりあえず薬を飲んで、落ち着かせようかなっていうふうに思ってます。なんかね空腹が原因なのかもしれないんですけど、お昼ご飯食べると治ったりする時もあるんだよね。薬飲もうと思ってこうお昼ご飯食べた後にこう薬飲もうとするんだけど、お昼ご飯食べた後にしばらくするとなんかあれ、なんか頭痛いどっか行っちゃったなみたいなことがあったりするんで、一概にね薬だけで治るってわけでもないから、頭痛って大変だなってやっぱ思いますね。はい、あとは原因と考えられるのは、最近その冬になってやっぱ部屋でね、なんていうの、灯油ストーブっていうのかな、をこう密閉した部屋の中で使うんですけど、それもやっぱ原因の一つなのかなって思ったりとか、一応1時間くらいの間隔で換気をしてくださいっていうふうに書かれてるけど、そんな1時間のたびにこうそんなに換気してたら部屋結局温まんねえじゃんっていう感じなんで、2時間に1回こう部屋から出るぐらいのね感覚でしか、空気を入れ替えるようなことはやってないんで、もしかしたらその辺のこう灯油ストーブとかによるなんかこう締め切った空間内でのなんか空気の悪さが頭痛にこう影響してるっていう可能性もないこともないのかなって思ったりとか、はい、してるんで、かと思えば別にストーブ使ってなくても頭痛いことはね全然あるんで、その台風が来たりとか、はい、だから一概にね何が原因っていうのはちょっとよくわかんないんですよね。だから頭痛っていうのはね大変なんだけど、はい、というわけで、ちょっと午後はね、薬飲んで頑張りたいと思います。はい、でですね、最初に言ったように今日はというか今回はちょっとアニメの話をしようかなと思います。
て、何のアニメの話かっていうと、まあ私もね今日の朝かな、はい、ティザー予告をねちょっと初めて見たんですけど、ネットフリックスの作品で、バブルっていうね、作品です。私も本当に今日初めて知ったんで、ちょっとどこまで喋れるかわからないんだけど、とりあえず私が今分かってる情報というか、はい、皆さんも分かるような情報をこうお伝えできればなと思います。まず、タイトルはねバブルっていうタイトルの作品で、おそらく映画ですね、映画。ネットフリックスで来年の4月28日の木曜日から全世界独占配信っていう風になっています。だからね、なんだろう、多分映画だと思うんですよ。そのティザー映像を見た感じもね、あんまりなんだろう、その連続アニメみたいな感じには書かれてないと思うんだけど、どうなの、ちょっと待ってね、一応ねネットでバブルの公式サイトがあるのかな。映画バブルと劇場、あ、やっぱ劇場版か。映画バブル特報劇場版2022年5月13日金曜日全国公開って書いてあるな。ということはあれかな、その日本でその劇場映画館で公開するのは5月13日の金曜日から、まあ、全国的にその映画公開するけど、ネットフリックスで作ってるそのまあ作品だから、もう先んじてもう4月28日のからネットフリックスではもう独占配信が始まる感じですね。すいません。これって映画売れるのかな。どうなんだろう。なんかだって映画館で公開されるよりも前にネットフリックスで見れちゃうんだよね。もちろんその映画館で見る意味、魅力っていうのも当然あると思いますよ。その音がいいとかさ、大画面で見れるとか、やっぱそういうね映画館の雰囲気をこう味わうみたいなところは、やっぱ映画館でしか味わえないものだとは思うけど、だとしても映画公開よりも前に配信しちゃっていいもんなのかなっていう気はしますね。ネットフリックスがおそらくお金を出して作ってる映画だから、まあそれはもうどうしようもないような気もするけど、ワーナーブラザースさんがなんかあれなんかな、映画でいう何だろう、提供じゃない、その何て言うんだろう、ああいうの供給わかんないな。って書いてるから、ワーナーブラザーズさんから出るっていうことなのかな、映画自体は。これが公式サイトかな。多分なんか書いてんじゃないかな、作品情報とかかな。違うな。映像コメント最新情報、やっぱ劇場版は5月13日の金曜日に公開で、ネットフリックス版ってなんだろう、映画版となんか違うんかな、おそらく同じだと思うんだけどな。はい、そんな感じで、とりあえず配給だな、配給そう、配給がワーナーブラザース映画ですね。はい、で、今回ね、私がこの作品をちょっと喋ろうかなって思った、理由の、一つっていうか、一番の理由は、これ、制作スタッフが豪華すぎるんだよね。普通のさ、なんか、結構そのオリジナルアニメーション映画って、こう、あると思うんだけど、で、映画公開されるけど、そんなに人気も出ずに、とりあえずこう、さーって流されるような感じで終わっちゃったりとか、すると思うんだけど、このさ、このバブルっていう映画、ネットフリックスさんがね、もうお金を出してるっていうことで、
まあ、前もそのネットフリックスフェスティバルジャパンだっけ2021で、ネットフリックスさんがめちゃくちゃアニメーションにお金をかけて頑張ってるっていうのはまあ聞いてたけど、この制作陣の組み合わせというか揃い踏みがすごいなって思ってて、そのバブルのね公式サイトとか、そのネットフリックスのチャンネルのところにいろいろ書いてあるんだけど、制作陣とか書いてあるんだけど、まず、監督が進撃の巨人とかで、確か監督かなを務めている、荒木哲郎監督もう聞いたことあると思うんだよみんなね、あのアニメとか進撃の巨人好きな人は聞いたことあると思うんですけど、はい、荒木哲郎監督で脚本がこれ何だっけな、うろぶちげんさんかな確か、そうそう、この人はね、そう、魔法少女窓かまぎかとか、あとなんだっけ、サイコパスもそうだったかな、そう、ニトロプラスのね、あの、うろぶちげんさんが脚本を務めています。もうこの時点、この2人が揃ってる時点でもうやべえなっていう感じはするんだけど、うろぶちさんの、脚本はまあなんかちょっとなんだろう、暗いというかちょっとダークな要素がねこう入ってるような感じがねこうするんだけど、だからちょっとバブルっていうタイトルにはなってるけど、なんか大丈夫かなっていう、なんか急になんかこうなんか来そうな展開にならないかなってちょっと心配でもあるんですけど、はい。でまだ終わりません。で今度キャラクターデザイン原案を務めているのがあのデスノートとか、あとプラチナエンド今配信されてるかなの、で有名なあの小畑健さんだっけな、そうそうそう、確か小畑健さんってなってるかな、違う、小畑健さんだね、そう、小畑健さんが、キャラクターのデザイン原案をやっています。やばいよねもう、やばすぎ。いやもうどんだけあのいい人揃えるんだよっていうふうに思うんですけど、まだ終わりません、まだ終わりませんよ。そして音楽はですね、私も大好きなあの沢野ひろゆきさんが手掛けます。はい、やばい、もうね、あのこのバブルのティザー映像を見てもらえればわかるんだけど、完全なる沢野さんのワールドがね、前もその沢野さんの話したと思うけど、完全にもう沢野ワールド、沢野ひろゆきワールドがもう、なんかあの映像と音楽だけ見たらなんかちょっとカラフルになった進撃の巨人みたいな感じになってましたよ。だからむちゃくちゃその主人公がなんかなんだっけな、なんかこうビルとか鉄骨の上をねこう走って駆け巡っていくようなシーンがこうティザーの映像にはあったんですけど、もうちょっとなんか暗い感じにして、あの、まあ、音楽でまんまだから、まんまその進撃の巨人みたいだから、本当にちょっとカラフルな進撃の巨人みたいな感じでしたね。はい、やばいよね、もうこの4人が揃っているっていうのはもうやばいです。でアニメーション制作はね、まあ、荒木哲郎先生、監督が、まあ、やってるってことで、まあ、ウィットスタジオが、はい、手掛けています。確かウィットスタジオはね、あれですよね、この前のネットフリックスの、フェスティバル、ジャパン2021でも、確かウィットスタジオの代表の人だったかな、が、ジャンププラスの編集長だけかと、あとネットフリックスのなんか営業なんか担当みたいな人と、まあ、男の人3人でなんか対談するみたいなね、配信もされてましたけど、はい、なので多分そのネットフリックスとビットスタジオで結構その提携みたいなところがまああるのかなと思います。はい、なのでアニメーション制作はまあビットスタジオが務めていますと。はい、でですね、ま、
ちょっと声の出演の話する前に、軽くイントロダクションちょっと喋ってみようかな。この YouTube のね、コメントというか説明欄に書いてあるんですけど、重力が壊れた東京で、少年と少女の思いが惹かれ合うと、舞台となるのは世界に降り注いだ泡、バブルで重力が壊れた東京、ライフラインが閉ざされた東京は家族を失った一部の若者たちの遊び場となり、ビルからビルに駆け回るパルクールのチームバトルの戦場となっていた。あー、正直ね、今ね、私もこれ初めて今読んでるんですよ。はい。だから、なんかビルからビルにこう、渡ってこう駆け回ってたのか、映像で。パルクールね。で、ある日、危険なプレイスタイルで周りから注目を集めていたエース、響は無軌道なプレイで重力が歪む海へ落下してしまう。不思議な力を持つ少女、歌が響の命を救った。そして2人にだけ特別な音が聞こえた。なぜ歌は響の前に現れたのか、2人の出会いは世界を変える真実へとつながると。そういうことか。なんか、ティーザー映像でも、その、東京にこう泡が降り注いで、バブルか、バブルが降り注いで、なんか、東京が海に沈むだったかな。世界みたいな感じだったんですけど、パルクールをやってる、男の子が主人公なのかな。だからこうビルとビルの間を飛び回っていて、でたまたまちょっと失敗して海に落下しちゃうんだけど、そこをこう不思議な少女に救われると。私の大好きなあのボーイミーツガールですね。はい。で、世界を変える真実へとつながる。だから多分この不思議な力を持つ少女のこの歌っていう女の子が、多分そのバブルの秘密、バブルってそもそも何なのとか、なんで重力が壊れちゃったのみたいなところの多分キーになる人物で、主人公と出会って、そういった世界の真実を暴き出していくって多分映画なんじゃないかなって勝手に思ってますけど、なんかあれですね、逆さまのパテマみたいな、なんか勝手な、なんかイメージしてますけど、逆さまのパテマね、めちゃくちゃ私好きなんですけど、ちょっとこれネタバレになるんであんまりね言えないんだけど、あれもそのボーイミーツガールで、重力に関係する話で、その2人がこう世界の真実を暴くっていうね話でしたよね。だからちょっとなんかこう、なんだろう、イントロダクションをこう読んでみると、ちょっとこう逆さまのパテマを思い出すんですけど、私はね。そんな感じのお話になるみたいです。公式のページにもね、重力が壊れた、好きに飛べっていう風に書いてあります。グラビティアクションに没入せよ。このグラビティっていう部分がね、ものすごくなんか逆さまのパテマをね、こう連想させてしまうんですけど、はい、逆さまのパテマは多分 U-NEXT とか Netflix でも見れると思うんだけど、2013年の映画か、かれこれじゃ8年ぐらい前の映画なんだね。今ね、逆さまのパテマの監督だっけか、吉浦監督の最新作ね、何だっけ、愛の歌を聴かせたっけ、あれ愛の歌を聴かせての監督はまた別の人だっけ、待って、今ちょうどやってるんだっけ、10月29日から全国公開されてるんだよね。で、スタッフ、そうだね、吉浦康弘アニメーション監督、原作脚本監督、そうこの人が、逆さまのパテマの、監督でもあり、でその人の、最新作っていうのが今ね、ちょうど今だやってるのかな、おそらくまだやってるんじゃないかな、まだ1ヶ月くらいしか経ってないからね。全国でロードショーしています。私もね、見に行きたかったんだけどね、行きたかったっていうか行けばいいんだけど、ちょっとね、映画館に行かなきゃいけないからね、
なかなか時間見つけていく余裕もなくて、はい、行けてないんですけど、めちゃくちゃ見たいんですよね。なんか AI をなんか確か主軸にした作品だったと思うんだけど、はい、吉浦康弘監督の愛の歌声を聞かせてっていう作品ですね。これは確かあれですね、声優さん土屋太鳳さんとか、まあ、福原遥さんとか、あ、工藤飛鳥くんっていうのも分かんないけど、うん、だからその女優さんとか俳優さんが、まあ、声をやっていますね。はい、まあ、私あの言ったことないかもしれないんだけど、個人的に福原遥さんは結構好きなんですよね。はい、まあ、ちょっとこれはまた別の回にもちょっとお話ししようかなと思います。この工藤飛鳥くんもね、まあ、昨日始めたあの同じ工藤を、ね、応援する企画でちょっとやろうかなとは思ってます。はい、でバブルの話に戻ると、まあ、私はねそのバブルっていう映画の説明を見ると、まあ、ちょっと逆さまのパテマを思い出してしまうよっていう話ですね。はい、で声の出演に関してなんですけど、一応 YouTube のところとかあの公式サイトに声の出演で書いてあるんだけど、この主人公の声の人の、ね、名前っていうかあれがわからないんだよね。この人誰なんだろう。志尊淳さん、この人俳優さんかな、ちょっとわかんないんで、日本の俳優タレント東京都出身、渡辺エンターテインメントの若手男性俳優集団 D-BOYS および D2 のメンバーだと、っていうふうに書かれてて、おそらく主人公の声をやるのがこの志尊淳さんかなと思います。はい、であのさっき言った不思議な力を持つ少女ウタの多分女の子だから女性声優さんだと思うんですけど、女性声優さん書かれてないんですよね。そこがちょっと気になってて、あ、もしかしてまだキャスト発表してないんだと思って、これ多分これからねあのキャスト発表がねあると思うんで、ちょっと楽しみですね、誰がやるのかなっていう。でもね、主人公の男の子がプロの声優さんじゃなくて俳優さんっていうところを見ると、もしかするとね、ヒロインの声優さんも女優さんの可能性が高いんじゃないかなってちょっと踏んでます、私は。はい、で志尊淳さんに続いて書かれているのが宮野守さんで、梶裕貴さんで、畑中佑さんと、確かこの辺の宮野さん、梶さん、畑中さんってそれこそ進撃の巨人に出てませんでしたっけ、3人とも。まあ、その梶さんはね もちろんそのエレン・イェーガー役で出てるんですけど、宮野さんとかもあれ出てなかったっけ、なんかそんな記憶がなんかあるんだけど、あれ出てなかったっけ。私あんまり進撃の巨人ねそのちゃんと見てるわけじゃないから、出てるかな、ちょっと今調べてもわからないな、軽く調べてみたけど、畑中くんもなんか出てたような記憶はあるんだけどな、ちょっとわかんねえな。まあ、とりあえずその今回のそのバブルっていう映画自体はおそらくね、私の予想だと志尊淳さんっていう俳優と、ヒロイン役もおそらく女優さんで、でその脇役というかそれを支えていく形で、宮野さんとか梶さんとか畑中くんが、まあそのなんだろう、プロの声優さんでこう固めてこうアシストするような形になってるんじゃないかなって思います。はい、でね、一応ね多分その主人公の声をやってるその志尊淳さんのあの声もそのティザー予告の映像に出てたと思うんですよ、ちょっとだけね。で聞いてみたんですけど、ちょっと違和感あるっちゃあるかな、なんか。まあ、聞き慣れてないっていうのもあると思うんだけど、当然、あると思うんだけど、ちょっとねなんかこうんっていう違和感はやっぱあるね、あれという感じはちょっとしてしまいました。はい、私個人の勝手なね感想ですけど、はい、まあそこはしょうがないのかなって思います。はい、まあ、私が単純に聞いたことがないっていうだけかもしれないんですけど、まあ、そういう感想もあるんですよっていう、まあ、
ことだけは、はい、一応言っておこうかなと思います。うん、だからヒロインのキャストの人が、まあ、どの方になるかわからないっていうのもあるし、まあ、その人が上手いのかどうかとかっていうのも結構関係してくるんじゃないかなって思いますね。やっぱヒロインとか主人公の その演技というか、うん、がね、こう違和感なく聞けるっていうのは結構大事だと思うんですよね。はい、だからそこ次第かなっていう感じですね。うん、監督、脚本、キャラデザ、音楽はもうね、一流のスタッフを集めたと言っても、ね、過言じゃないと思うんで、あとは主人公とヒロインの演技、うん、あとそのプロの声優さんたちのアシスト次第かなっていう感じはしますね。はい、うん、というわけで、Netflix の、まあ、オリジナルアニメーション映画かなの、バブルっていう映画を紹介してみました。はい、で公開はね、前もさっきも言いましたけど、Netflix で配信されるのは2022年4月28日で、全世界同時独占配信、で劇場公開はその翌月の5月13日に全国で劇場公開っていう風になっています。はい、興味のある方はぜひね、公式サイトとかチェックして、まあ、来年ね、見に行けばいいんじゃないかなと思います。はい、私は多分 Netflix で見れるんだったら Netflix で見ちゃって多分それでいいかなってなっちゃうと思うんですけど、はい、まあ、映画で見るのがいいよっていう方は Netflix で見るのはちょっと我慢して映画で見に行くのがいいかなと思います。はい、それでは、今回の配信は以上となります。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。